こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書木を見る森を見るの解説をやっていきたいと思います。筆者の斉藤彩さんは新聞の上に針が一匹いるのを見つけた。その蟻は新聞の上にたくさん書かれている数字や文字、記号の上で右往左往しているようだった。どっちに進めばいいか迷っているようだった。蟻には一体どのようにこの景色が見えているんだろうか、そういうことを考えていると、蟻の目線で視点で物事を見てみると、普段そんなことしないからじわじわと頭がおかしくなってくるようだった。でもね、人間の迷いっていうのも今のこの蟻が感じているようなものかもしれない。人間は困っているとき自分の視点というものを変えることはあまりしないから、自分が今置かれている状況っていうのをとても深刻に受け止めてしまって、ものすごく重大な問題を抱えてしまっている、こういうふうに思うかもしれないけど、これはね、もしそれを大きな視点で見ることができたら、新聞の上で迷っているアリを人間の視点で捉えるように、自分の抱えている迷いっていうのもそんな大した問題ではないんだな。アリにはその新聞の大きさがわからないかもしれないけど、人間にはその新聞の大きさが分かって、しばらく歩きさえすればその新聞から離れることができる、こういうことが分かるように、自分の抱えている悩みだって大きな視点からそれを眺めてみたら、あ、これはそんな大したことじゃないんだな、こういうことが分かって気持ちが楽になるかもしれない。そう、私たちが見えているちっぽけな視界の外側には大きな世界が存在している。視点を変えると世界はまるで変わって見えてくる。それが今回の文章で書かれています。きっと物事を考える時のヒントになると思いますので、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。視点を変えることで新しい何かが見えてくることがある。でも私たちは普段なかなか自分の視点を変えるってことをしない。だから今回はその自分が持っている視点の変え方、それについてお話ししていきたいと思います。まず一つ目の視点を変える方法は、見る角度を変えるっていうこと。自分がいつも見ている視点、正面から物事を見るだけでなくて、自分の立ち位置を変えることによって、横からとか上からとか下からとか、いろんな角度から物事を見るようにすれば、おのずと物事の別の側面っていうのが見えてくるんだね。で、特にね、この見る角度を変えるっていう方法で効果があるのは、その見る対象っていうのが大きければ大きいほど効果がある。例えば自分の人生とかこの世界について、私たちはいつも決めつけてそれを考えてしまいがちだけど、そういった大きな対象ほど見る角度を変えることによって、その見え方の違いっていうのが大きくなるの。他にもね、あるものとものとの関係っていうのも見る角度を変えることによって、それが全く違って見えてくることがある。だからね、今度みんながあるものについて見るとき、考えるときは、まずね、この見る角度を変える、これを心がけてほしい。そしてもう一つ視点を変える方法として、そのものを見る倍率を変えるっていうこと。これはカメラの例えで言うと、寄りの視点で見るのか、引きの視点で見るのかっていうことなんだけど、寄りの視点っていうのはね、その物事に対してぐーっとアップしていって、近づいていって、その物事の細かい部分を見るっていうこと。で、反対に引きの視点っていうのが、その物事から遠ざかっていって、そうすればその物事の全体が見えるようになるよね。そうして部分ではなく全体を捉えるっていうやり方。これがね、視点を変える方法の二つ目。この寄りの視点と引きの視点、どちらが大事というわけでもなくて、どちらも大切。私たちはどちらかの視点に偏ってしまいがちだけど、できるだけ両方の視点で見ることによって、倍率を変えることによって、その物事のいろんな姿を捉えることができる。今回の文章のタイトルにもなっている、木を見る、森を見るっていうのもそうだね。寄りの視点でその森にぐーっと近づいていって、一本の木の細かい部分をしっかり見るのか、引きの視点で全体を捉えて森全体を見るのか、一つのまとまりとして見るのか、物事を眺めるとき、物事を見るときはその両方が必要っていうこと。で、みんなが気をつけなければならないのは、人間の癖としてよく全体を見る癖があるっていうこと。木を見て森を見ずっていうことわざがあるけど、それとは逆に人間っていうのは実は森をよく見て木をあまり見ないっていうことをやってしまっているの。これはね、人間がバラバラな部分をそれぞれのものとして見るよりかは、それを一つのまとまりとして考える、ゲシュタルト的な見方をするっていう癖があるんだね。
例えばね、葉っぱに穴が開いていて、その穴が3つあった時、それぞれの穴を別々に細かく見るのではなくて、その葉っぱを全体として眺めて、その3つあるうち2つの穴を目と考えて、残りの穴を口と考えることで、その葉っぱを人間の顔のようにして捉える。こういうふうな見方をすることが多いの。他にもね、いくつかの図形の中から仲間外れを探すとき、部分的な違いがある図形よりも、全体として形が違っている図形を探す方が簡単に見つけることができる。人間はね、よくこういったゲシュタルト的な見方をするから、みんなは物事を眺めるときにこのことを踏まえて、自分が物事の全体ばかりを見ていないか、細かい部分もちゃんと見ることができているか、そこに注意を払ってほしい。で、もちろんね、だからといって細かい部分にだけ目を奪われても、逆に全体が見えなくなってしまうので、それも気をつけなければならない。人間っていうのは一回こうと自分の見方を決めてしまうと、なかなか別の見方ができなくなってしまうから、この視点の倍率の切り替えっていうのは意識的にやっていかなければならないんだね。で、この視点の倍率を変えるっていう良い練習になるのが、絵画でデッサンを描くこと。物をしっかりと眺めてそれを細かいところまで描こうと思えば、その物の物としてのまとまりではなくて細かい部分に注目していく必要があるよね。でもだからといって細かい部分にだけ注目して描いていればうまいデッサンが描けるというわけではない。全体のことを気にしないで部分部分だけ見て描いていくと、最後に出来上がった絵というのが全体的に釣り合いの取れていない絵になってしまう。だからね、画家っていうのは時々キャンバスから離れて、その自分が描いているデッサンを見直す。部分ではなく、もう一度全体を確認することで、自分が今描いている絵が全体的にちゃんとバランスが取れているか、それを確認するんだね。これって確かに視点の倍率の切り替えの良い練習になりそうだよね。で、この時でもね、良い画家というのが、そのものに近づいて部分的な見方をする時と、すごく近づいて細かい部分を見るのと、遠くから離れて全体を見るのと、この2種類だけの倍率でそのものを描いていくのではない。その中間、間ぐらいの倍率とか、ちょっと寄り目の倍率とか、ちょっと引き目の倍率。そういうふうにね、いろいろ倍率を変えることによって、そのものっていうのをいろいろな倍率で見ていってるんだね。そう、これはみんなが物事を見るときも同じ。すごく離れて全体からその物事を見ること、これも必要だけど、それ以外にも中ぐらいの距離からとか、ちょっと近づいた距離から、ちょっと遠い距離から、そういうふうにいろんな倍率でその物事を見ていくこと。そうすれば2つの倍率だけで物事を見るよりも、もっとさらにその物事がよく見えてくるようになる。これはね、芸術作品を鑑賞するときでも同じだよ。美術館に行ってね、面白くない見方っていうのが、バーッとすごい速さで絵を見ていって、すぐにその美術館の絵を見終わっちゃった、こういうふうになると、確かにその美術館にどんな絵が飾られていたのか、それはわかるかもしれないけど、そこでは一つの見方しかできていないのわかるかな。普通ね、みんながパッと絵を見たとき、それはね、全体的な視点からその絵を見ちゃっているの。人間っていうのはゲシュタルト的な見方をする癖があったよね。パッと見てね、その絵に何が描かれているのか、人間はすぐにそのことはわかるんだけど、それでその作品を見るのを終わっちゃうと、その絵が表現している別のことをたくさん見落としてしまうの。そうではなくて、一枚の絵に時間をかけて、いろんな視点からその絵を見ていく。ある時は遠くから、ある時は近づいて、ある時は斜めから、ある時は動きながら、そうやって視点を変えながらその絵を見ていくことで、筆者はびっくりマークと表現しているけど、みんなの中で心が動く時がある。あっと思うような発見をすることができるんだね。例えばね、こちらフランスの画家セザンヌの作品だけど、手前の一つのリンゴにグッとフォーカスして、焦点を合わせて、この絵をずっと眺めていると面白いことが起こる。その状態で少し体を動かしていくと、そこに立体的な空間というのが立ち上がってくるんだね。パッと見ただけではわからなかった。新しい世界というのが視点を変えることで、じっくりと眺めることで、浮き上がってくるっていうわけ。他にもね、こちらフランスの画家モネの睡蓮という作品なんだけど、これはね、画面よりも遠くにピントを合わせて、あえてぼんやりとこの作品を眺めることで、そこにね、ある空間が立ち上がってくるの。まるで自分がその景色の中に入って、そこの場所の匂いさえ漂ってきそうな、そういった不思議な感覚になることができる。で、この絵をね、もし近寄って部分部分を細かく見ていくと、そこにはね、ただ絵の具が粗く塗ってあるだけ。そのことに気づくの。じゃあさっきの感覚っていうのは一体何だったんだろう。
こういうふうにね、不思議な気分になれるわけ。このようにね、視点を変える練習をするとき、アートを活用するとその練習になるかもしれない。筆者の斉藤彩さんはこういうふうなアート、芸術学以外に、理学とか医学とか教育学、こういった学問を勉強してきたんだけど、そこでね、気づいたことがある。それは、様々な分野ごと、人ごとに様々な視点があるっていうこと。で、そこから見える景色っていうのは全然違うんだけど、みんなそれぞれの専門家になってくると、一つの視点から物事をずっと眺め続けていて、確かにそれで物の細かい部分までよく見えてくるんだけど、そうなるとね、今度はそれが自分の視点を固めることにつながっていく。自分は自分の見え方によって長年その物事を眺めてきたから、そしてその物事のいろんなことが分かってきたから、その自分の見方のことを絶対的な視点だ、こういうふうに勘違いしてしまいがちなんだね。でもね、実際にはそうではない。世の中にはたくさんの専門分野があって、そこにはいろんな人々が独自の視点を持って物事を眺めていっている。だからね、私たちは物事を自分の視点からだけ眺めるのではなく、自分が見えていない視点もあるに違いない。こういうふうな気持ちを持って、他にはどんな視点があるんだろう。こういうふうに考える想像力を持つ必要がある。人間はある物事を見るときに同時に複数の視点を持つことはできない。近くから見るのと同時に遠くから見る、こんなことはできないからね。だから時間をかけてでも自分の視点を変えていかなければならない。その時に別の視点がある、そこに想像力を働かせることで自分が見えていない視点というのを補うことができるんだね。時には近づいて木を見たり離れて森を見る、そういったことが必要になってくるっていうわけ。それはこういう感じかな。森の中で見上げてみると、そこには葉っぱ一枚一枚が揺れていた。そこから刺す木漏れ日が森の地面にいろんな模様を描く。で、さらにその地面に目を凝らしていくと、2ミリぐらいの発芽した植物が見えた。で、その近くにアリが歩いている。おっと、ここで文章の最初に出てきたアリがまた登場したね。そういえば初めの頃に言っていた、アリには実際にこの世界がどのように見えているんだろうか。こういうふうにもう一度アリの視点を考えることで、この文章が終わっています。どうですか？今回の授業わかりましたか？アートを使って私たちの物の見方を考えていく。これは以前の文章こちらでも解説しました。普段の生活ではなかなか気づくことができないものを、アートはハッと私たちに気づかせてくれる。それがわかる文章ですので、ぜひこちらの解説動画も見てください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。それでは今日の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。